10月14日 USJ 遊園地で僕とハイタッチ待っているよ。おもちゃ発売日恒例お買い物動画。はい、今日は何が出るんだっけ。コーゼのライドウォッチと時間ザックス、時間ザックスと、あと何バイクと、あとこれと、時間ザックスちっこ、ちっちゃ意外とちっちゃい。もっとあるかと思った。並べてみ、旬ぐらいからいね、これね。今ぐらいしか違わない、4つ分ぐらいで、ほら旬ぐらいさね、重い。10月14日、ユーフェス遊園地で、シオンくんとハイタッチ会いに来てね。はい、お家に帰ってきました。改めてね、今日買ったものをちょっとね、紹介していきたいと思います。まずはやっぱこちらでしょう。はい、ゲイツの専用武器ですね。ジラックス時間ザックス。まあ、これもね、2モード変形ということで、斧モードと弓モード。はい、これもね、楽しみだったね。そしてこっち、はい、ライダーアーマーシリーズね、エグゼイドとゴーストで、そしてバイクですね。バイク、はい、これはね、なんか時空ドライバーにも、装填できるみたいなので、これもねやっていきましょうね、うん、そしてフォー、はい、フォーゼのライドウォッチでございます、はい、こんな感じですね。放送楽しみだね。ね、はい。そしてね、食玩からついに来ました。ソーダ。はい。こちらね、買ってきましたよ。あとはテレビマガジンとテレビくん、はい、こちらもね買ってきました。うん。はい。じゃあね、この後からどんどん動画出していきますのでお楽しみに。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけでトラゴネンでバイバーイ。よしポーンテレビタイム。チクチクタクタクチクチクタクタクチクチクタクタクチクチ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 クタクチクもう今日はね、このたくさんのおもちゃの力を借りて当たりを引いてください。さあ、いでよ、当たり、何？